に遊びませんか？罠の存在に気づかないとは、我ながら迂闊だったな。あ、お主、ちょうどいいところに。大変申し訳ないのですが、この罠を解除してはもらえませぬかな。
ようやく解放されました。お主には感謝してもしきれませぬ。生成所に入り魔法装置を探し始めた矢先、罠にはまってしまいましてな。弱き者を助ける騎士がこの程度のものに足止めされるなど、いやはや大変面目ない。ケロケロ、これでここの魔法装置は停止しましたな。ですがまだ動いている装置は残っています。一刻も早く仮想の民を救うために休んでいる暇はありません。私は他の魔法装置を探しに行きます。それでは。前は装置に気づかなかったのに、もしや守護者が。いえ、だとしても何の意味がある。奴に欺かれるなら。仮想での任務は失敗続きで、このままでは魔法守備隊のみんなに合わせる顔がない。長官、そんなに落ち込まないでくださいよ。頼まれていた素材ももうほとんど集まっていますし、あとは火打ち石だけです。そうか、報告感謝する。どれも爆発しやすい危険な素材だから管理には十分注意しろ。そして火打ち石か。確かウィンデック平野の倉庫に在庫があったはずだ。向かう際には私も同行しよう。本当ですか？ありがとうございます。ところで、どうしてこんなに危険な素材ばかり集めているのです？何か爆破したいものでもあるとか。ああ、上層と下層をつなげる橋を壊そうと思ってな。あれがなくなれば反乱同盟は下層からの補給を受け取ることができなくなる。そうなれば奴らはひとたまりもないだろう。これが成功すれば私の面目も保てるはずだ。何としても手柄を立て、これまでの失敗を挽回せねば。上層にいるんですか？そうですか、やっぱりあなたも反乱同盟の仲間だったんですね。聖域で
何をするつもりなんですか？冬島を地表に降ろす？そんなのダメです！絶対に許可できません！だって地表は魔物だらけなんですよ。あんなところに戻ったらみんな殺されちゃいます。そうなったらこの世界が崩壊しちゃうんですよ。仮想の人たちのわがままでそんなことになるのは許せません。彼らの目的が分かった以上、この争いは早めに終わらせないと。大丈夫、上層の貴族が本気を出せばすぐに肩がつくはずです。お姉ちゃんはこの世界の人間じゃないんですよね。だったらこれ以上カスピエールの事情に口を挟まないでください。やあ、久しぶり。もう上層に来てたんだね。それにしても、君たちがあの大きな魔物を倒したことにはびっくりしたよ。でも、この世界の歪みを正すには、問題の根源に迫らないといけないけど。え？これからここの守護者と交渉するって？確かに。それも一つの手だけど、彼女も頭が固いからね。魔物みたいに簡単に解決するとは思わない方がいいよ。へえ、面白いね。浮遊島がそんな小さな魔道具の力で維持されてるなんて。その魔道具を使えばこの島を地表に戻すことができるかもしれないね。上昇させることができて、下降させることができないなんて考えにくいし。ま、どのみちこの世界の守護者と会わなきゃ始まらないか。彼女は他の守護者より話しやすいし、見た目も親しみやすそうな感じがすると思うけど、それでも油断しすぎないようにね。なぜ火打ち石が一つもないのだ。確かにこの倉庫に置いてあったはずなのに。タイの誰かが持って行ったのかもしれませんね。ほら、あれって爆発魔法に必須の素材ですし。仮想の者たちの鎮圧に使われたということか。しかし、あれがなければ橋を壊すことができない。諦めるにはまだ早いですよ。確かロックフィールド平野の倉庫にも石が保管されていたはずです。
そちらを確認しに行きましょう。また会ったな。どうやら俺たちはそれなりに縁があるらしい。それよりファーガスやナイアから聞いたぞ。君のおかげで俺たちは魔法装置を2つ停止させることができた。リーダーとして礼を言わせてもらう。あとファーガスは罠の話もしていたよ。やはり上層の貴族たちは簡単に出し抜ける相手ではないと再認識した。仲間たちにも気を引き締めるよう伝えている。何？それらを使えば浮遊島を地表に戻せるかもしれないだと。島を浮遊させることができるなら逆に下ろすことも可能。うん、確かにその推測は的を得ているな。さらに詳しく調べてみるか。だがそれはこの先にある魔法生成所で3つ目の装置を停止させてからだ。そこにも厳重な警備が施されているだろう。しかし俺たちは困難を恐れない。さあ勇敢なるレジスタンスたちよ、共に敵へ立ち向かおう。これで3つ目の装置を停止。君たちは。ターゲット負傷確認。これでもう動けないね。ねえお姉ちゃん、あっちの人確かこの前排除リストに入れたターゲットの仲間だよね。本当だ。じゃあもうちょっと遊べるね。行くよ、ターゲット殲滅開始。さようなら。リーダー、何があったんだ。すまない、聖域の執行者の奇襲を食らってしまってな。動くな、今
は止血するから。それでこの二人が襲撃者か。リーダーを傷つけるなんて、このまま生かしておくわけにはいかない。泣いても無駄だ。暗殺者なら殺される覚悟くらいできているだろう。やめろ、ナイヤ。なぜだ。こいつらを生かしておけば必ずまた襲ってくる。やめるんだ。そんなことをすれば君も上層の連中と同じになってしまう。彼女たちは他人から下された命令をこなしているだけなんだ。善悪も知らず、人のぬくもりを感じることもなく、道具として淡々と仕事をこなしていたかつての君と同じように。私はリーダーに出会って変わることができた。でも二人は。ああ、未だ闇の中に。だがもし二人を利用する人間がいなくなれば、彼女たちも日の当たる場所で生きていけるようになるはずだ。そういう世界こそ俺たち反乱同盟の目指しているものだろう。しかし、だからといって放置するのは。きっとあと少しで世界は変わる。そうすれば彼女たちも変われるさ。君だって昔俺に探検を突きつけてパンを奪ったことがあったじゃないか。あの頃はあんなに敵意を向けてきたのに、今ではそんな昔のことを。分かった。リーダーの決定に従おう。これは止血用の包帯だ。持っていけ。ナイヤも成長したな。さて、俺のことは彼女に任せて、君は最後の魔法生成所に向かってくれないか。仲間も徐々に集まりつつある。できるだけ早く聖域への道を開きたいんだ。